はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日はですね、こちらこちらはね、キャンドゥさんで見つけたデコレーションシールというものになります。デコレーションシールのハートクリアオーロラ、対象年齢は6歳以上です。はい、なのでネイル用じゃなくて、あのデコ用のものだと思うんですけど、これもね、あのピカチュウ、めちゃくちゃ可愛くて、ちょっと今このモニターで見る感じ、オーロラ感が伝わってないんですけど、オーロラカラーのクリアのハートがめちゃくちゃ可愛かったので、これを使って何かアートをしていきたいなと思っております。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは行ってみましょう、どうぞ。はい、ということで、ちょっと引きで撮ってるけど、こんな感じで、色はキャンドゥさんの前出た新色あるでしょ、透け感のあるやつ、あれをまあちょっと組み合わせてベースのカラー塗って、このハートを捨てていきたいなと思っております。一応ね、このこういう風に使っていこうと思ってるんで、組み合わせは。はい、じゃあ早速やりますよ。まずはムーンストーンとサファイア、これを塗っていきます。どう塗る、なんか前もやったような感じで塗ろうかな、なんか混ざり合わないけど混ざり合うみたいなみたいな難しい感じで、透け感がある色なんで、そんなに発色しないけど、こうなんか一度塗り目で発色が足りなければ、一回硬化してからやればいいですからね。さあさあさあ、でこのチップの上でちょっと混ざる感じなので、キッチンペーパーにね、ついちゃったら拭き取ってからボトルに戻しましょう。で、青をもうちょっと、はい、じゃあ一旦これで硬化していきます。ちょっと白が弱々なので、もう一回塗っときます。で、この時別にはみ出してもいいですからね、青のとこに。白弱々だね、結構。ちょっともう一回ぐらい塗ろうかな。もう一回塗ります。でも一回硬化します。はい、じゃあ硬化しました。じゃあね、早速これを使っていきます。一応バーコードはこちらです。はい、でこれがね、結構デコ用のシールなので、めちゃくちゃでかいのがあるんですが、はい、かわいい、ちょっと重たい、こんな感じで厚みはあるよ。これもなんか色違うね、全部なんかピンク系、オレンジ系って感じかな、青っぽい感じ。これでかいのドーン置いてもいいし、でかいのドーンはまあ後ほどにするかまあでもデコ用なんで、ちょっとまあでかくはなっちゃいますが、まあちっちゃいのちょんちょんにするか。でデコ用、あーほらね、そうデコ用だからシールなんで気をつけてね、みんな。でも大きいからさ、まあちょっと真ん中付近に貼っとこうか。あんまり外側に貼るとトップ塗りづらいからね。おお、かわいい。もうちょっと内側にいてほしいな。ほぼ真ん中。かわいい。厚みある。で、もう一個小さいの。今ね、色はね、青っぽいようなオレンジ色っぽいようなやつを選んでます。ちょっと今回は色を統一していこうと思って。はい。ちょっと、もうちょっと真ん中いかない?君。もうちょっと真ん中いかない?よし。でかすぎ?でもめっちゃ可愛いよね。はい。厚みはね、こういう感じです。まあまあ厚みはある。そしてここも埋めないといけない。はい。なので、ちょっと埋めましょう。もうめっちゃ可愛いね。うるさい、急に。このシート見てたらすっごいときめいちゃった。可愛すぎて。可愛い。見て、ほら。もうこうやって動いてるだけでキラキラーン、チュルンチュルンって感じで超可愛い。この可愛いっていう感覚って、女子特有ですか?女子っていうか、女性特有ですか?まあいいや、とりあえずベースコートで埋めます。メンズたちはどう思うの?これ。可愛いもんは可愛いってなる?はい。今ね、ちょっとね、ハートの周りを埋めてってまーす。まあ、ついでにハートの上も塗っちゃっていいけど、とりあえず段差がなくなりゃいいかなと思うので、埋めるとやっぱちょっとふんわりするね。ふんわり?境目がわからなくなるから、ハートの形がちょっとわかりづらくなるかな。はい。こういう感じですね。ちょっと一回固めてから、ここの段差、どうなったか見せます。ちょっと一回硬化します。はい。硬化終わりました。ちょっとハートがふんわりしちゃったね。さっきも言ったけど。はい。で、まあ段差は一応ね、埋まりましたので、これの上にもうトップを塗っていきたいと思います。厚みはね、こういう感じ。まあまあ厚みあるよ。でもめっちゃ可愛いな。なんか最近ほんとこういう、なんていうの、大胆な、
デザイン結構好きなんで、結構私のツボですねこれ。大胆に大きいのをドーンと乗せたりとかするのが結構好き。まあでも人によってはね、まあ、生活の中ですごくね邪魔というかね引っかかったりとかする方もいると思うので、まあその辺は好き嫌いはあると思いますがね。よし、じゃあこれで硬化します。はい、完成しました。一気に3つも増えてるよとりあえず最初に作ったやつはこちらですね。向きはね、さっきこっち向きで作ってました。で、ハートがなんとなくわかりますか？ちょっと乗せていってみますね。ちょっと私が爪が長いからわかりづらいかな。こういう感じです。ちょっとね、やっぱ埋めるとハート感がまあ微妙にわかりづらいのと、多分ベースカラーのせいでわかりづらくなってるのかなと思います。たださ、この色ムーンストーンのキラキラがちょっとハートを通り抜けてキラキラ見えるの分かります？これめちゃくちゃ可愛いなと思ってます私。分かるかな？ほら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 、すごい星空みたいになった。めちゃくちゃ可愛い。何が載せてあるのかよう分からんけど、でも可愛いって感じ。はい、あ、でこの中くらいのサイズと小さいサイズを載せてますね。可愛いです。で、次が色がね、この2つを使ってます。パパラッチアだったっけ、とレッドベリル。パパラチアを真ん中斜めに塗って、レッドベリルをこう上下に斜めに挟むように塗ってます。あ、電話、はい、失礼。そうで、乗せたのは一番大きいサイズね。一番大きいサイズのこれを乗せました。黄色、青、黄色ピンクみたいな、緑ピンクみたいな感じのやつ、これを真ん中にドーンと乗せました。で、向きはね、こっち向きです。ハートの向きはどっちでもいいんですけどね。こうやってやった時に、こう、自分の方から見て、ちゃんとした向きでもいいし、この場合だと人から見、人にこうやって、はいって見せた時に、この向きが正しい向きって感じかな。はい、かわいい。これは大きいからハートはわかるね。こうやって動かせば。あ、で、ちなみに厚みはね、結構あるよ。はい、厚みは結構あるので、これも一応しっかりね、埋めてあります。やり方は一緒ですね。で、埋めてくださいね。はい、で続いてがこちらです。カラーはこの2つ、エメラルドとカナリートルマリン。周りがなんかちょっとエメラルド、真ん中がカナリートルマリンって感じです。で、ハートは小さいハートを2つ、このサイズのハートを2つ上と下にちょっと置きました。なんとなくわかるかな。あ、ちなみに今日の今回のチップの形はなんとなく気分でこれです。はい、こういう感じですね。これはちょっとわかりづらいか、ハートがちょっとわかりづらいね。なんか1個でもよかったかもなーって今思ってる。このこっちの1個だけでもよかったかもなーって。2個も乗せなくてもよかったなーみたいな。そんな気がしてます。これでもかわいい。なんかグミみたい、これは。最後は、アクアマリンとアメジストです。ね、アクアマリンって聞くと推しの子思い出すね。そう、思ったのね。そのこのシリーズさ、全然関係ない話するけど、このシリーズさ、もうとアクアマリンって聞いたら推しの子思い出しちゃうから、ルビーはいないのかなって思った。私はレッドベリルをルビーでもよかったんじゃないかって勝手にねどうでもいいけどね。はい、じゃあその2つの色です。これはね、なんかね、ここにアクアマリンを塗って、でここにこうやってアメジスト塗って、でここにもう一回アクアマリンをピッて塗ってます。わかりづらいね。私これが一番お気に入りかも。で、これはもうシンプルに中くらいのサイズ、真ん中のサイズのハートを爪の根元ですね、根元にちょんって置いたって感じ。このサイズ、これが一番わかりやすいかもね。ハート感が、これなんかくすんだ色がいいよね。私くすんだ色好きだな。ネオンも好きだけど。わー、深いブルーの上にハートのこのオーロラがぷっくりしてるのめっちゃ可愛い。はい、これはもうシンプルにほんと1個置いただけです。で、あとはこれもね、隙間ができちゃうのでちゃんと埋めました。はい、という感じで4つちょっとハートを使ってやってみましたが、皆さんはどれが好きでしたか？私はこれが好き。でも色的にはこれも好き。でもこれも可愛い。なんか全部可愛い。グミみたいで。今回は、キャンドゥさんに売ってたデコ用のハートのオーロラクリアシールを使って、まあ、載せただけなんですけど、やってみました。皆さんもね、ぜひ何かね、いい、こういうのがあれば、また教えてください。じゃあ今回も最後まで動画見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。